です。はい、どうもこんにちは、しのぐです。今日は、こちらのね、ソ連ティアナ戦火ウラジオストク使っていきたいと思います。まあ、以前はですね、何でしたっけ、初期感情とか使ったりとかして耐えたりとかね、まあ、若干ちょっとネタチックなこともやってしまったんですけど、もう普通にウラジオストクに関しては、まあ、最近のティアナ戦火の中でもね、ツリーの中では十分強力なね、戦火かなと思ってます。まあ、ただね、とにかくティアナで燃やされやすいので、火災に耐性がね、ちょっと低い。修理班が応急がね、有限なので、ね、そこはネックなんですけど、まあ、とりあえず今回はですね、ちょっと面白い構成にしてて、一応ね、副砲特化といった形にね、してね、いますね。まあ、副砲の射程が長ければ、まあ、結構副砲がね、ソ連戦火割と強力ではあるので、榴弾ばっか撃つしね。まあ、といったのも含めて、今回はね、副砲をちょっと強化しながら、戦っていけたらなと思います。なので、もうどんどんね、突っ込んでいきます。まあ、芋戦場の多いティア7ですけど、まあ、ここは突っ込んでいきましょう。まあ、ただ突っ込んでいったはいいんですけど、まあ、早速ね、味方の駆逐艦がサイドにね、展開してしまったんで、これはね、結構自分的には見捨てられてしまうのかなという不安がね、ありますね。はい、ただいきなりキング・ジョージを防角いただきましたと。で、正面にね、CC 駆逐艦入ってますね。こういうね、なんか駆逐艦が、味方駆逐艦が、拠点にね、突入してくれるのを踏まえてちょっと援護するたびにね、突入してったんで、こういうね、駆逐艦に、まあ、最近ちょっと、まあ、最近って言い方もおかしいことですけどね、まあ、結局駆逐艦はね、本当にまあ、そんなこと言っちゃあれですけど、まあ、あんまり信用できないので、味方はで、魚雷は外れて、まあ、ただここはね、突撃戦艦ということで魚雷外れたんでね、応急使って、あー、危ねえ、やべえ、これ夕立ちか。やぶねえ、夕立ちでこれ魚雷かわせましたね、なんとか。一応ね、ダミーの航路をちょっと見せておいて、一気に点出したんで、かわせたかなといった感じで、榴弾装填して、ここは一気に距離詰めてね、駆逐艦逃さないようにしましょう。まあ、一応、副砲もあるので、一気にね、ここは削っていきたいところですね。さあ、そろそろ出てくるかな。3キロまで接近すればいいんですが、まあ、ただね、魚雷のリロードも、まあ、そろそろ、大体70秒ぐらいかな、平均で。多分60兆ぐらいで魚雷リロード来るんで怖いんですけど、いましたね。これ魚雷を敵の手に入れればと思ったんですけど、できないか。さあ、やばいことになりましたね。意外に榴弾のダメージも出なくて、副砲がなんか沈黙してるし、どうした、副砲副砲撃て、何やってる。いやー、で3番砲とか間に合ったんで、はい、これで魚雷を機能停止にして、これで魚雷リロードは1機しか多分できてないはずなんですが、副砲がいや、何やってんのこの副砲は、近すぎて当たらんちょっと当たってるけど、頼む。いや、何やってんの、外すんだけどちょっと、あ、もう危ねえ何してんのこの副砲は、やばいでしょう。で、ちょっと完全に舐め腐ってる宇宙人がいるんですけど、これはもう榴弾撃つしかないんで、一回榴弾撃って、で、鉄鋼弾で装填し直しましょう。さあ、しかしね、さっきも言った応急が有限って話したんですけど、もう死にそうですね。普通の応急工作なんかもうない。今回一応ね、消防士積んで、なんか燃えないようにしてみたんですけど、どっちにしろね、もう足りないですね、応急工作艦は。さあ、こちら鉄鋼弾で撃ってキング・ジョージ仕留めていきたいですが、まだダメージ出ないか。ちょっとこの場面で過貫通してしまった。まあ、キング・ジョージ結構ね、遠距離から打ち込んだ方がいいんですよね。で、これでもう応急使えないので、もうやばいんですけど、ほんとね、まあ、あと応急でも増やしたところで、あと実際1個か2個ぐらいしか増えないんで、きついことに変わりないんですよね。で、クツーゾフを打ちましょう。はい、いいダメージ出てます。これはもう味方が仕留めてほしいな。もう味方のベルトもあれ、どこまで行っちゃってるんでしょうかね、あの駆逐艦は。撃ってるしね、しかも。何気に浸水入ってんの、これ。まあ、まあ、ね、いいとは思いますけど、まあ、これね、まあ、活躍して、おー、やるやんみたいになってるかも、テンション上がってるかもしれないんですけど、実際ね、ちょっと、しかもなんか俺に司会取ってもらって、煙幕打ちとかしてるし、もう俺かどうかわかんない、俺じゃないか司会取ってるのは。なんか煙幕打ちとかしてるし、もうやりたい放題ですよね。しかも鉄鋼弾打ってるしね。いやー、まあ、いいんですけどね。
まあ、俺を利用してもらってね、全然構わないんですけど。ほんとね、大変ですよ、そのもの。ワールドウォーシップさん。で、削ってね。もう俺が削っといたんで、やっちゃってくださいよと。無理か、回復してるか。俺がね、逆に敵に無視されるっていう謎の状況ですけど。おお、削れてる、削れてる。ああ、テレビッツがやってくれたと。ああね、味方テレビッツもね、ちょっともうちょっと前に来てほしいなっていうのはありますけどね。まあ、結構味方に注文の多い前線戦艦で申し訳ないんですけど。まあ、とりあえずね、C 占領したんで、もう忙しいですよ。もう駆逐艦よりもね、キャプチャーしてますから、本当に。もうね、キャプチャーして、で、視界取って、でね、今度は戦艦としてもね、やっぱダメージも受けて、で、敵の巡洋艦も沈めると、忙しいですよね。やっぱもう、今時の戦艦はね。はい、で、これで撃沈と。で、Y1 もいるんでね、ここちょっと出てくと怖いんですけど、どうしようかな。うん、まあ、ウラジオストク機動性が悪いんでね、結構出てくの怖いんですけど、もうね、応急がないんで、燃やされたりとか魚雷食らうともう絶望的なんですよね。うん、で、一応このバックして、アイワンの横取れそうかな。さあ、ここからアイワンが撃てそうなら、撃っていきましょう。いけそうですね。山のマークが消えてるんで。まあ、ただちょっと距離がね、離れてるんで、精度は悪化しますけど。おお、入りましたね。いいダメージ。アイワンも結構これぐらいの角度でも全然入るね。最近はTR7のね、あの、戦艦の評価は結構こっち見てますね、ずっと。こっち撃ちたくてしょうがないかな。駆逐艦撃たれてると全然、みんなでこっちガン見してるけど、防角抜かれたらやっぱイラつきますかね。はい。アイワンを撃沈ですね。まあ、結構このゲームは撃ってくる敵に、撃ってくるやつを撃ってくる、撃ち返してくるっていうか、うん。まあ、やっぱそれはね、ダメージ与えてくるやつが脅威なんで、まあ、当然ですけど。さあ、じゃあもうここは前進して B 地点取りに行きましょうか。まあ、一応もう戦況が優位なんで、もうここはね、キャップ有利取って、もう本当に魚雷一本でも食らうと終わりなんでね。あー、結構怖いな。靴族やられたか。ここで靴族やられるの結構痛いですね。もうここはね、B 地点占領して、行きましょう。はい、あれは夕立ちがやってくれたと。じゃあもうこれ、榴弾装填して、ジャービスじゃなくて、なんだっけ、ライトニングの攻撃に備えましょうか。あ、いましたね。さあ、じゃあ、砲弾切り替えたせいで、リロードが間に合ってないですね。これは、あーで、味方が、おーっと、結構なんか、やばいんじゃないか。味方のちょっと駆逐からちょっとやばいし、一石はやばいぞ、大丈夫か。さあ、じゃあ、で、ライトニング消えたから、ここは、やっぱ、榴弾から鉄鋼弾に切り替えて、ウラジオストク狙っていきましょうか。ちょっとね、手法の切り替えが、うん、これ、撃っちゃったらね、方がね、まあ、早いんじゃねっていうのもあるんですけどね、ダメージ与えられるんで。ちょっとタイミングがね、悪かったですね。で、裏城が消えないようにと、あと、ライトニングが、多分、魚雷撃ってくるんで、ここはね、もう、修理班も応急交差艦もないですから、消耗品空っぽなんで、本当にここは、魚雷食らったら終わりなんでね、もう、魚雷を食らわないように祈りつつ、もう、祈るしかないかな、もう。祈りながらね、もう、航行していきましょう。浸水したら終わりですからね。さあ、裏城、あー、まだ、あの、でかい島の裏か。で、ライトニングの発見が消えたんで、ライトニングも島原行ったのかな。で、味方の魚雷がね、すごいですね、この魚雷は。夕立ちですかね。はい、がっつり刺さって。まあ、ウラジオでは本当ね、夕立ちの魚雷とかはかわせないでしょう。機動性がね。難しいと思います。これで、とどめまで行っちゃうかな。あー、とどめまで行かないか。それではじゃあ、撃たせてもらいましょう。さあ、で、胴体付近に砲弾が。あーっと。なんか刺さなかったな、微妙に。まあ、ただ横は取れてるので、次の一斉車でやれるかなと。まあ、ウラジオも完全に、
あーなんだこれ、すごい旋回していく。そんなに横見したらティリビッツにやられちゃうぞこういうね、自分に横見せていた敵がなぜか自分に対して防御姿勢取ると、まあ、どっちにしろやられそうなのにもう自分に対してだけ防御姿勢取っちゃうっていうね、あるあるですね。さあじゃあもうここでまたライトニング来そうなんで、いやもうこれどっちにしろ魚雷かわせないけどね、本当もう祈るしかないレベルなんですけど、まあ直進しつつちょっとね、ジグザグ航行しつつ魚雷をねかわしていきましょう。で、まあ味方駆逐艦がついに A 地点を確保して、もう拠点も完全有利で、うん、勝ち確ですけど、あとは魚雷が怖い、ライトニングの来ないですね、魚雷が。どこ行ったんだ、島浦かまた。こっちの島浦かな。ちょっと夕立がね、打ちながら、多分これ打ってね、多分索敵してるのかなと思いますけど、まあ、手法打ってね、発見されたら手法の射程圏内にいるってのが分かるんで、まあ、こうやってね、敵を探すのって結構割と駆逐艦でもね、結構有効なんですけど、いた。ああ、A に行ったのか。なるほどね。さあ、で、これまた、これ味方の駆逐艦、あいつ、榴弾じゃなくて鉄鋼弾撃ってんだ。なんなんだ、こいつ。なんなんだ、マジでね、まあ、ちょっとね、まあ、序盤からやっぱね、おかしい動きしてる駆逐艦は、やっぱ結局ね、もう最後までおかしい。でも2対1なんで、大丈夫だと思います。結局ね、まあ、最後までおかしい。これ結局ね。しょうがない。あはははは。はい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 。やられると。ね、笑っちゃいますよね。もう。さあ、じゃあ一応ね、ライトニング仕留めに行きましょう。ほんとライトニングね、強いんで。波の駆逐艦じゃね、勝てないんでね。おーおーおー、やべえじゃん。やべえじゃん、ちょっと嘘でしょ。ただこれ島に引っかかってるかな。もうね、ひどいですね。もうどんだけライトニングにやられんのっていう。まあしょうがないね、バレーライトニング強いからね。で、多分ですけどもう煙幕内にいますよね、これ。だからもう、魚雷来てるとは思いますけど、もうこれで仕留めちゃう。うん。魚雷到達前にもう仕留めちゃうという。で、副砲もね、一応特化なんで、と思いましたけど、副砲の効果は、ちょっと薄かったですね。いや、もう副砲特化やめよう。はい。というわけで、今回はウラジオストクね、副砲特化やってみましたけど、副砲11発命中なんでね、もう二度と多分副砲特化しないと思いますけど、まあ意外とね、まあ、ちょっと精度が悪化してる中でね、うまくできたかなと思いますね。一応ね、大口径凶暴者で、防火ね、よくあそこでね、再チェックされませんでしたね。まあ、序盤突入してね、なんとか生き残れたんで、防火を取れましたね。はい、なんとかね、生き残れてよかったです。それでは、今回はウラジオストクでした。ご視聴ありがとうございました。